画商がご提案する6つのスタイル、アーバンスタイルのファサードプランをご紹介します。アーバンスタイルのインテリアイメージはブラックを基調とした男前なスタイル、素材の質感を大事にした空間です。主に30代から40代の男性に好まれるスタイルです。コーディネートのポイントです。使用するアイテムはグレーなどの落ち着いた色合いと個性的なデザインを組み合わせたこだわりのアイテムを揃えましょう。ファサードでは植栽がアクセントとなるカラーとなります。色鮮やかなグリーンをプラスしましょう。アガペなどのユニークな形の植栽を取り入れるのがおすすめです。使用するカラーは明度やサイドの低いトーンを意識して配色します。また近年流行しているインダストリアルな素材とブラックなどの無彩色を組み合わせて大人な空間に仕上げていきましょう。カラーの構成はカラーの黄金比を踏まえてデザインしましょう。フレームやフロアは全体のベースとなるカラーです。外壁のカラーと離れていないダークカラーを選択しましょう。天井、目隠しはバランスとなるカラーです。個性の出せる素材を使用しながらダークカラーやグレイッシュカラーを使いまとめましょう。ポイントでも説明したようにファサードでは植栽のカラーがアクセントカラーになります。空間と組み合わせ魅力的なファサードにしましょう。次にアーバンスタイルのファサードプランです。ファサードは外壁のカラーもコーディネートの一部になります。グレー系のカラーを基調とするファサードの場合はホワイトやグレー、ブラックといったいわゆる無彩色と言われるカラーの外壁とマッチします。使用商品はホームヤードルーフフレーム、その目隠しとしてスリット部材、デザインパネル、エバーアートボードシックを取り付けています。門柱はセラレバンテのタイルを使用しています。ベースとなるカラーはグレーカラーでスリット、門柱に使用しています。バランスカラーはホームヤードルーフフレームのマットブラック、エバーアートボードシックのプラスターブラックといったブラックカラーになります。アクセントカラーは植栽のカラーです。濃い色味の植栽を置くことで硬すぎない印象を作ることができます。次はブラウンカラーでまとめたファサードプランです。ブラウンカラーでまとめるファサードの場合には外壁にもブラウンカラーを使用するとさらにマッチします。使用している商品は内天井付きのホームヤードルーフ、目隠しにスリット部材、エバーアートボードシック、デザインパネルを使用しています。門柱はセラレバンテのタイル門柱です。今回ベースとなるのはブラックカラーで、フレームのマットブラック、エバーアートボードシックのヘリンボーンブラック、タイル門柱のセラレバンテブラックです。バランスカラーはスリットで使用されるラスティーコッパーやデザインパネルのコッパーといったブラウンカラーです。アクセントとなる植栽を植えることでカラーリングの整った空間になります。先ほどの
グレーカラーでまとめたファサードのライティングプランについてご紹介します。スポットウォールライト1型、表札やポスト、デザインパネルなど目立たせたい場所をはっきりと照らし出すことができます。フレキシブル LED バーレール付き、足元を照らし歩行者の安全性を高めます。グランドライト6型、壁面を照らしその反射光で足元も明るく照らし出します。耐水性にも優れています。ミニフラットライト2型、多灯使いにすることで広範囲を明るく照らし出します。ガーデンアップライトオプティスリム、スリムなスパイクでどんな場所にもすっきりと収まります。メリハリをつけた照明で夜の外観も楽しめます。植栽を照らすライトはアップライトやダウンライトの照明効果でドラマチックなライティングにできます。狭小地のアーバンスタイリングをご説明します。シックなブラックカラーの外観ではあるけれど、庭専用の空間がない、玄関前は門柱しか置けないといった住宅にお住まいの方でもスタイルを表現することは可能です。まず門柱プランから見ていきます。門柱をアーバンスタイルにするだけでも外観と合ったこだわりのファサードにすることができます。使用している商品はエバーアートボードシックのウッドトープグレーと、笠木としてマットダークグレーの平板です。明るいグレーと暗いグレーを組み合わせた門柱になっています。次に先ほどのアーマンスタイルの門柱に合わせ、吹き出し窓や玄関ドアの前に目隠しの格子、デザインパネルを取り付けたマットダークグレーのホームヤードルーフフレームを設置することで住宅の風格も上がります。さらにスペースがあればテラスとして使うこともできます。フレームのカラーリングと合わせたグレーのタイルデッキを置くことでアーバンスタイルの上回りの空間を作ることができます。テラスでは先ほどの黄金比を踏まえグレーのテーブルやチェアを置くことで室内のインテリアとも合った大人なスタイルになります。アーバンスタイルはダークなカラーとこだわりの素材を組み合わせることで空間の広さを問わず作ることができます。自分の趣味や住宅の外観イメージを踏まえてより良いファサード空間をデザインしましょう。アーバンスタイルの詳しい内容についてはスタイルブックにも掲載されています。ぜひご覧ください。